はい。アシュラの雑製品販売店の泉と申します。普段はこういったココマサ製品や、アシュラの雑製品や、ワルドソン製品や、肝臓製品を販売しております。アシュラの雑製品はすべて知る言葉にもかかわらず、値段がお得です。また、アマレットやバイオレットなど、日本で唯一の知る言葉も、販売しております。2色以上の知る言葉もパターンオーダーに、組み込むこともできますので、とても面白いですね。こちらが、シェルコドワン、シガー、マーブルシガーとウイスキーを使ったコインケースですね。こちらは2万で受注しております。コインケースなしだと1万5000円で受注しております。こちらも、バイオレットやアマレットなど、日本で美術のシェルコドワンを2色以上使うことができます。こちらはファットファービーというアシャンダー製品です。4万2000円で受注しております。皮の塊のような細工ですね。こちらも2色以上パターンオーダーとしてオーダーできまして、フリースペースも加えることができますね。こちらがもっとコンパクトになったトニーザントというサスリですね。こちらは3万3000円で受注しております。すべてシェルコドバンナチュラルを使っております。こちらはパターンオーダーではありません。コマイスター製品はバランスの良い財布が多いですね。また、ヨーロッパなどの高級レザーを使った革製品が多いですね。財布などだけではなくて、カバンなども作っておりますね。直営店がとても豪華で、とても豪華で面白いですね。愛知県では、境にココマイスターの直営店がありまして、何回か行ったことあるんですけども、とても豪華で、すべての製品を触らせていただくことができまして、店員さんの態度もとても丁寧でしたね。愛知県にいらっしゃる方は行ってみることをお勧めいたします。とても、豪華で美しくて驚きますね。シェルコドバンは細かい傷が つきやすく、個体差の激しい革 なんですけども、このように一見の変化でとても、艶がって美しく仕上がります。よくぬめりのある革って表現されますね。ここまで、艶のある感じに仕上がるのは、珍しいですね。すべてのシェル子供がこのように仕上がるといいんですけども、こうならないシェル子供もありまして、そこが個体差があって面白いところでもありますね。私が使っているコインケースのツヤだとこんな感じに仕上がりますね。こちらココマイスターの、ココマイスター製品のイニシャル言葉の方が、ツヤが、ありまして、とてもかっこよく仕上がっておりますね。リバースタイプだとこんな感じのツヤですね。サドルとかブライドレザーはギラギラしたツヤが出てくるって言われてますね。こちらラストグロップさんの、タングですね。これガンゾーさんの前使っていた新ブライドルの、財布ですね。そのブライドルレザーでこういった、ギラギラした艶が出てくるって表現されてますね。とてもバランスの良いココマイスター製品ですね。カードケースがたくさんあって、コインケースもありまして、フリースペースも2つあって、札入れもありますね。デメリットとしては、ちょっと、コバの耐久性が低いということなので、もうちょっとここは頑張っていただきたいですね。とても、ツヤがあり、美しく仕上がる、シェルコドバン製品、ぜひ、体験してみたらいかがでしょうか。普段はメルカリやフオク、ラクマといったフリマサイトで販売しております。また、オーダーの受注も、行っております。ご質問などがあれば、ご連絡お問い合わせください。